皆さん、こんにちは。しおりみちゃんねのしほです。はい、というわけで、今回ですね、最近災害とかを、なんか、ちょっと私、気にしてて、災害が起こったら、どうなるんだろうとか考えてるわけですね。はい。で、今回はね、そんな、防災グッズを、集めてみました。はい。急だね。防災グッズをね、今回集めて、リュックにね、詰めてみたので、今回そのリュックの中身を紹介していきたいと思います。イエーイ。そうですね、今、まあただでさえね、今いろいろあってコロナとかね、そうですね、いろいろあるんですけど、やっぱその中でも日本っていうのは地震とかも本当多いんですよ。はい、地震が怖いです。で、近々やっぱり千葉も地震が本当多くて、多いですね。まあそうですね、はい。で、なんか近々、まあいろいろね、いろんなとこで地震が起きるだろうって言われてるんですけど、千葉は本当地震多いんで、茨城と千葉で 今後ね、大きな地震が起きる確率があるみたいな感じで言われたりもしてて、はい、はい、怖いんですけど、そのためにね、やっぱね、なんで、なんて言うんですか、いつ地震って来るの分かんないから、分かんない、防ぎようがないじゃん、はい、コロナはやっぱ家で自粛して、うん、移らないように、移さないようにすることができるけど、地震っていうのはもういつ来るか分かんないし、予防ができない。そう、予防ができない。いいこと言ったと思ってる。そう、予防ができないから、ある程度ね、いつ来てもいいように準備をね、多分みんなもしてると思うんだよね。うん、うん、ね。で、最近ちょっとなんか緩みがちだったなと思ってた頃に、しほちゃんが自分で、あ、私自分のリュックに災害グッズ、うん、防災グッズ、防災グッズ、うん、準備したいって言うのでやってもらいました。まあ、しほちゃんが本当にね、はい、自分で用意して、はいはい、はい、ちょっと前からやってたんでね、ダンスの習い事の帰りとかに100均で買ったりね、買ったりしました、はい、はい、まあ結構前だけどね、めっちゃ前だ。で、徐々にこう詰め詰めして、いい感じに、もうパンパンになっちゃったんで、めっちゃ重いんですよ、はい、もうそろそろいいだろうということで、でね、ちょっと減らそうとかも思ってたんだけど、じゃあこれを機にさ、一個一個さ、今紹介するじゃん、そうだね、見てこう、見てこう確認してこう、確認して、いらないものがあったら、うん、減らそう、そうだね、ちょっとすごいんですよ、重すぎてね、これを持って逃げられるかどうかなんだよ。私の体力がさ、持つかどうかなんだよね、これ。やばいよね、ちょっとでかすぎじゃない、見てください、これやばい、やばいです、すごい量ですね。じゃあちょっと中見せてもらいましょうか、何が入って、ママもね関与してないので。すごい。あのですね、私が防災でね、うん、いるだろうなってものを集めたらこうなっちゃったんですよ。はい、ということで、じゃあ一個一個、手前の方からね、うん、一個一個紹介していきたいと思います、はい、見えるんで、ここに、うんうん、1つ目は、はい、金で買った、うん、いろいろセット、いろいろセット、そう、これね、100均で売ってるんですよ ね、ダイソーだったよね、ダイソーで、まず耳栓が入ってて、このオレンジの耳栓、うんうんうん、で、この黒いのが、うん、目隠しとマスクが一緒になってる、うん、じゃあちょっと出してみ、見て、わかんない、わかんないよね、それどうやって一緒になってるのっていう、こんな感じ、ほらすごいよね、ちょっとやってみる、こうやってそう寝れるんです、これで、そうそうそう、これすごくない、え、これだってさ、耳栓とかついて100円だからね、そうなんですよね、そうだから、これに耳栓と、うん、今売ってないかもしれないけど、ダイソーマスク本当貴重で、マスクってやっぱ貴重で、貴重だね、多分今は売ってないかもしれないね、このセット。前は売ってたんだけどね。そう、売ってたんだけど、うん、今どうかな、最近ダイソー行ってないから分かんないんですけど。売ってないの、うちら。売ってるかな、売ってるのかな、今もね。え、でも売ってたら嬉しいね。ね、そうだからね、結構良かったから、家族分欲しいなと思って。それしか買ってなかったんですね。そう、だから今度ね、行く機会があったらって、今行けないけど。あと行けますか、うんうん、あと。鼻呼吸のテープと口呼吸のテープが2枚ずつ入ってます。素晴らしい、これで100円だからね、
顔全部ね、うん、いけるよ。これね、どこにあったかな、うちらが行ってたダイソーでは、なんかあのウェットティッシュとかが売ってる、ね、手前の方にありました。そうだよね、うん、これはいいです。多分これいいよね。これはいいです。今売ってないだろうな、はい、マスクついてるもんね。マスクついてるからね。マスク狙いで買ってる人とかいそうじゃない。あー、そうかもね。いいよね絶対。でもこれさ、普通の生活でもさ、マスクとさ目隠ししたらぐっすり寝れそうじゃない。確かにね、いいよね、うん、これおすすめです。おすすめです。こちら売ってるかわかんないけど、そう売ってるかわかんないけど、ダイソーで買いました。次にこちらのライトですね。ライトはもういるかなと思って。確かにこれね、押すだけだし、これ押すだけで大きめで置けるんですね。はい、これもね100均だったよね。これも100均で、でも100円じゃなかったかな。200円ぐらい。200円か、300円か。これ100円じゃなかった。100円だったっけ。まあ、100円か200円ぐらいです。多分100円だと思う。そうだね、すいません、あの買ったばかりに紹介してないので、いくらか曖昧でね。次にこちらで、はい、こちらはこれ家にあったもの。家にあったカッパーフィル。ディズニーで買ってますこれ。もう何年も前だそれ。ディズニーで買ってますこれ。だいぶ前に、何十年はいかないけど、しほちゃんが小さい時に雨の中行ったんだよね、ディズニーランド。そん時に結局雨がバーって降ってきちゃって、うん、ディズニーでカッパを買うという。それ500円ぐらいしたよね。500円しました。結構いい感じのカッパで、これ1人分しかないんですね。これね、2人分あったんだけど、1個どっか行っちゃったかも。捨てちゃったのかな。ということで、はい、はい、次にね、はみ出してるんですけど、すごい、コップと箸、すごい。で、そんなのも、なぜかうちら4人家族だよね、うん、箸がなぜか1、2、3、4、5、6本あります。なんでかと思います。リミちゃん、ママさん、リミちゃんが落とすから。ブーブー、違います。はい、ママさん B。 誰かをあの誰かにあげたりできるから。ブーブー、違います。正解言っていいですか、うん、正解はてんてんてん。え、白コロ箸使いません。はい、意義あり、意義あり、意義あり。え、でも大切な家族なので家族分ということです。なるほど、そうですね、確かに大切な家族ですね。だからコップも6個あります。うん、なるほど。なので、あのね、予備にも2本ぐらい持っとくのはいいかなと思って、うん、まあね、まあね、予備として。はい、はい、次はティッシュです。はい、ティッシュは使うかなと思って。確かに、なんでその時風邪ひいてたらやばくない。うん、ティッシュないよ。鼻ね、すごい噛むからね。めっちゃ噛むし、私ティッシュは絶対いるんね。そう、1個は持っといた方がいいかなと思って、うん、はい、持っときます。はい、次に軍手です。軍手は家族4人分持ったらこうなっちゃって。しほちゃんのさ、リュックにさ家族分入れてんの、うん、優しいね。家族分入れてくれたの。うん、家族分入れたの。4つ入ってて、うん、これ100円、100均で100円でした。あ、そうだね、前買ったね、100円だったね。すごくないですか、この量。すごい。でも軍手もね、必要だよね。必要だよね、軍手、多分、うん、多分わかんないけど。次に、こちらの非常食セット、こちら、あ、どこだっけな、なんかホームセンターかなんかで売ってたんだよね、昔。あのパパとかあの非常、一応防災グッズを見に行った時があって。あったね、一回。そうそう、その時になんか売ってたんだよね、これがね。これ多分一人分じゃない、大きさ的から。何が入ってんのか後ろ見てください。3食分って書いてある。あ、本当だ。何入ってんの、じゃあ。おかゆと佃煮のセット。それが3食分。喧嘩になるね、しおちゃん。だね、喧嘩になるね、これ1個しか持ってないんだ。喧嘩になるね、これ喧嘩になるね、3食分だよ。1人食べれなくない？1人食べれなくない？まあいっか、まあいっか、はい、いいよいいよ、1人は、うん、我慢してもらおう。そうだね。はい、次いきます。はい、次、次に乾パンが2つです。2つ。あ、3つあった。すごいね、そんなに持ってたっけ。いや、2つです。2つ、2つだよね。アンパンが2つ。これはね、これはね、あのパパがね、あ、非常食がね、大きい乾パンが1つあって、あ、家に、うんうん、あった。なん
ので、ちっちゃいの2つでいいかなと思っちゃって。あれ、ちっちゃいの2つでいいんだよね。うん、いいと思いますとりあえずね、とりあえずね、まだ大きいのもあると思うんで、うん、これは日持ちすごいするからね。そうですね。次にね、トイレットペーパー置き場にすっきり収納できるなんとかトイレ、ごめん読みません、簡易トイレ。正解、簡易トイレでもやっぱ水止まっちゃったらね、トイレできなくなっちゃうから。そうですね、そういう場合にやっぱ必需品ですよね。家のトイレ、家にいても家のトイレにそうやって入れて。そうなの、トイレットペーパーと同じ大きさで。あ、そこトイレットペーパーと同じ大きさ関係なくない？トイレットペーパーで同じ大きさでトイレットペーパーと並べても違和感ないってすごい優れものなんですよこれ。そこ関係ないよね。あと1人で 2,3 日なので、うん、2人で分けると1日も持たないですね。4人で 2,3 日、はい、うん、1人で 2,3 日、1人で 2,3 日、あー、12回分だからでしょ。4人で分けると1日も持たない、うん、分かった、まとめてトイレに行けばいいんじゃないはい、次行こう次にですね、はい、そうですね、またちょっとミニトイレポッキーで買ってきました。あー、これドライブ用とかでね、よく売ってるやつね。よく売ってるやつを、うんうん、まあ1回分なんで、うんうん、結局4で 12+4 は、はい、12+4?16回分なんで1日も戻らないと思うんですけど、はい、持つかな。16回もトイレ行くの大きくない、さすがに4人でね、うん、次にですね、はい、また食料品。何それ。あー、パンのカンカン、美味しそう。美味しそうだよね、これね。食べた、今食べた。プレーンとチョコレートなんで、でもシホとリミになります。え、パパとママはちょっとないかな。ないんだ、しょうがない、しょうがない、分けてあげる分けてくれるのね、ありがとうございます。美味しそう。次にこちらの水を汲むやつです。そうですね、でこれ折りたたみなんで、うんうん、便利なんですね、うんうん、すごいし収納がね、うんうん、いいんですよ。こうめっちゃ平べったいじゃないですかそこなの。え、まあいい、なんでもないです。でもこれね、広げるとすごく大きくなるんですね。あ、今広げたら戻んなくなっちゃうかも。今でダメですね、うん、これと、あとこれはこれで、それ100均だっけ。これ100均でした。これ縁あるんで、うん、あ、なかったですすごいいいですよ、これも。はい、すごいいいですって言っても使ったことないから。そうね、っていうかね、あの地震の時って水がね出なくなることもあるし、出てもなんかねしばらくね濁ってたりしたりするんだよね、うん、だからあの給水車が来て、うんうん、あの水をねもらえるっていう感じで、うんうん、あの東関東大震災の時も、はい、そういう感じで過ごしてきました。なのでこういうね入れ物もねあった方がね本当にいいんですよ。はい、そうなんですよ。ということで、うちらもねその時ね、はい、水もらいに行ったもんね。私覚えてないです。あ、しほちゃんは覚えてないよね。私は多分耳鼻科行って、あー、それは当日ね、耳鼻科行ってその後とか覚えてないんで。そうだよね、耳鼻科行ったことも覚えてなかったんです。地震があった直後に耳鼻科に行ってるんですよ。そう、私、車に行ってジジが運転してくるんで、そう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 、後ろでね、なんか衝突らしいんです。そうなんです、ジジがうわーって。そう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 、やばかったです。でもその後普通に耳鼻科行って信号機とかもね動いて機能してなくて、もっと怖かった。うわ、気持ち悪かった。うん、赤とか青とか関係なく道がほら車通るから、え、でもめっちゃ通りそうだよね、うん、めっちゃ怖かった。あれ本当怖いよ、信号ないってこんなに怖いんだって思ったわ。まあ、いや、こんな話じゃなくて、どうぞ続きをお願いします次行きます。はい、次にハンドジェルです。ハンドジェルはこれはね、手話かなと、あの、そうですね、ドンキで買いました。ドンキで買って、水がなくても手が洗える、うん、アルコールなんとかタイプ。そうそうそう、これね、あのドンキでたまたま今の時期もう本当大事っていうか、で貴重なんですけど、そうそう、レジの前に置いてあって、そう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 、レジって走ってなったわけなんですね。そうですね、うん、1個あった方がねいいかなと思って、手洗えない時とかね。これジェルでね、かん、うん、爽快、爽快、そうそうそう、トイレ行った後とかね、もし水道出なかったらこれで手洗ったりできるし ね、いいですよね。はい、ということで持ってま す。続いてはこちらのハンドミスト、こちらもまた消毒タイプです。そうだね、消毒、手の消毒ですね。こちらもこちらミストなんで、うん、ジェルはねもう12
12回で終わっちゃうんですけど、そうそうそう、これはもう何回でもいけるかな。でもちょっと小さめだよね。まあまあでも持ち運びにはいいかな、ちっちゃくてね便利だよね、うん、なので1個ぐらい持っといた方がいいかなと、はい、こちらもドンキで買いました。これも貴重ですね。貴重ですね。続いてはレジャーシートとして買ったんですけど、レジャーシートじゃなくてもアルミ。そうだね、こういうのはなんかこう寒い時とかもこうかぶったりとかできるのかなっていう、わかんない、どうなの。でも一応レジャーシートとして買いました。一応、ね、一応引いたりかけたり、お布団代わりとかね。ですね、はい、寒い時でも冬の可能性もあるから。そうだよね。なんで本当はカイロとかも欲しかったんだけど、あ、そうそう、カイロをね入れときたいなと思ってるんですけど、今の時期売ってないので、それに探し回るのもあれだから、ちょっと買いに行けるようになったらね、はい、入れときたいと思います。はい、ということでこれは念のために入れといたんです。これあーすごい、すごいでしょ。それな、何あれか、ドライバーセット。そう、ドライバーセット。でもこれ100均で売ってんだよね。これ100均です。そうだよね、そう、100均で皆さん売ってるの。ちっちゃいタイプ買いました、うん、ちっちゃいと持ち運びに便利だなと思って、ね、はい、買いました。ということで終わり。大きいところは以上です。大きいところがすごい入ってた ね、うん、で次にここのポケットいきます。はい、ポケットはそんな入ってないと思います。小物系が入ってるぐらいですね。じゃあ初めに小物なんでバンバンいきますね、うん、ティッシュ、はい、あとウェットティッシュ、ポケットティッシュみたいな感じね。ポケットティッシュ、うん、だってさっきティッシュあったじゃん。あ、そっか、ウェット、うん、あ、ポケットティッシュです。持ち運べる感じですね。あの本当にティッシュが入ってるのにポケットティッシュ入れてどうするんだと思う方いらっしゃいますよね。使うんですこっちも。使うんですよ。わかりましたよ。わかりましたよ。でこっちがウエットティッシュ。こちらね、はい、5年持つそうです。5年保証。あ、5年持つウエットティッシュです。はい。すごい。次にハンカチと、はい、ティッシュが。5、6、7枚。ティッシュ？マスクでしょ。どんだけティッシュ持ってくの？マスクでした。すみません。マスクがこれね5枚入ってるで7枚入ってます。でこっちがねピンクのマスクなんですよ。はい。そうです。これ。赤嫌がるかなと思って。確かに。可愛いよねピンク。可愛いよねピンク。リットンパパが嫌がるかなと思って、一応2枚は自分で持ってると思うんだけど、マスクは2枚持ってます。あとピンクは5枚です。はい、これを使わない、使う日が来なければいいね。そうだね、手持ちのマスクがなくなってさ、うん、非常用にマスク何枚あったよねって言って、これを使う日が来るのは悲しいね。悲しいね。まだなんとか持ちこたえてるからね、マスクね。そうですね、まだね。そうそうそう、20枚弱はうちも持ってて。そうだね。はいはい、次ラストです。笛。あ、はい、笛。やっぱりこれはなんかね、結構大事、大事かな。なんかこう誰かに気づいてもらいたい時とかに吹くとか。私も声めっちゃでかい方なんで声でもね、助けてって言えば声が出ないかもしれないからね。そう、恐怖で声が出ないかもしれないで、そう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 、その時はもう私ハイカツじゃないんだよ。まあでも笛を使ってね。そうですね、めっちゃ大きい音鳴らして、うん、みんなの周りにね気づいてもらえるように。そうですね、はい、これもダイソーだったね。これもダイソーで買いました。はい、はい、というわけで以上になります。ということで素晴らしい、私のカバン入ってる、すごいいっぱい入ってるね。これも入れますね、こんな感じで。やば、今ので全部見えなくなった。全部見えなくなっちゃった。こんな感じで、こんな感じなんですけど、うん、なんかいらないのないなと思っちゃったりするんですね、私もぶっちゃけて。どうする？どうだった？めっちゃ重いチェックしていらなそうなのあった？ない。あ、ない。あるあるある。あるどれ？軍手を一人分にする。ああ、そうだね。さすがに4人分は多いかもね。うん、軍手軽いんだよな。どうする？ああ、重いのはこの非常食セットをさ。中開けてみたら、段ボールが邪魔じゃない？確かにママすごい場所取るしさ、うん、なんか段ボールが邪魔な気がする。まずアルミ入れるじゃん、うん、そうだね、順番重いもの
から入れるから、あのご飯とか先に入れちゃったら。そうだね、めっちゃ軽いけど、うん、っていうかさ、コップは入ってるけどさ、紙皿はないんだね、うん、確かにコップで食べるのご飯。いやでも紙皿入れなきゃね。そうだ、これで見直しで入れるものが分かったね。紙皿は入れましょう。紙皿下にあるから。はい、リビング、あの、はい、台所、キッチンね。懐中電灯も用意してたんだけど、これね、なんかちょっと電池ね入ってないんですよ、今あるものにね、ちょっとね、貸していただいてんですよね、そこの、うん、だから入れてないんですよ。そう、だから単1の電池を買わないといけない単1だったよね。でかいんですよ、それがまた。そうなんですね。あんま単一って使わないからさ、そんなに大量ないんだよね。ということで、なんか不格好になってない？なんか不格好になってない、さっきより。これより、これ前よりも減らしたんですよ。確かに。これです、私。まあ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 。まあまあまあ。まあまあね。うん、まあね。はい。自分で頑張ったんだから。走れるっしょみたいな。もうダメにならないと思います、ゴンコ。で、あとカイロとお皿、紙皿と、あと何だ、あと電池、電池はあれか、これか、懐中電灯用か、それぐらい入れるの、うん、プラスするの。でも私めっちゃ調べたんですか、うんうんうん、そしたら、うん、まだ入ってないのたくさんあったんでね。そうなの、持っといたんですよ、うん。何ですかそれは。あ、見ます、私のメモ帳みたいなやつ見せたいでしょ、どうせ。じゃあね、資本買うものリスト持ってきました。買うものリストいきますね。はい。レインコート、レインコートも入ってるじゃない、カイロ、エアー枕、乾電池、スリッパ、救急セット、水のいらないシャンプー、おー、このね、何点か、何点かが、あ、やっぱ乾電池書いてあったね。乾電池書いてあった。あとスリッパと救急セット。ああ、スリッパね。なるほどね。うんうん。うんうん、あと、あ、そうか、救急セットね。救急セット。もしさ、転んですりむいてもさ、誰も持ってないよ。そうだね。はい。はい。あと水のいらないシャンプー。ああ。というわけで、以上です。はい。ということで、今回はね、あの、非常用セット。また電気ついちゃった。あ、本当だ。もうダメだこれ。消えた。消えた。あ、消えた。ということでね。電気は良くないね、うん。勝手についちゃうから、ね、うん。非常用セットの、はい、カバンのね、中身の説明をしてみました。もっとついた。あ、消えた。あ、その持つところ、多分ね、しょうとね、電気ついちゃう。ということで、もういいですかね。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。あー、長かった。45分、43分、3分、はい、ママ編集。